初期のドイツにおけるキツネつぶし大会の様子。キツネつぶしとは、キツネなどの生きた動物を編んだ縄で空中高く弾き飛ばすスポーツ競技である。17世紀から18世紀にかけて、ヨーロッパの一部で盛んに行われた。下げすんで、ブラッドスポーツの一種ともみなされる。キツネつぶしは、広場をキャンバスで囲って作るか、あるいは城や宮殿の中庭を使った、 競技場で行われる。二人組で猛状か綱状のスリングの一端をそれぞれ持ち、スリングが地面に横たわる、要6から7.5メートルの間隔を取って立つ。準備ができたら、狐などの生きた動物を檻や罠から競技場に解き放つ。競技者は、動物がスリングの上に来たところで、勢いよくスリングの端を引く。タイミングが合えば、動物は、 空高く弾き飛ばされる。最も高くまで動物を飛ばしたものが勝利となる。熟練者であれば、7.5メートルもの高さまで飛ばすことが可能である。時に数組のスリングが平行して待ち受けているため、動物はいくつものチームから激しい攻撃を受けなくては、ならないことになる。競技の結果、弾き飛ばされた動物の多くは死亡する。野島敏明によると、 数度にわたって連続して空中に跳ね上げた後、さっとスリングをずらして、動物を地面に叩きつけて殺したという。海力で知られたザクセン選定校のフリードリヒアウグスト一世は、ドレスデンで有名なキツネつぶし大会を開催した。この大会では、647頭のキツネ、533頭のノウサギ、34頭のアナグマ、21頭のヤマネコが、 使われて死んだ。フリードリヒアウグスト一世自身も競技に参加し、スリングの反対側を宮廷で十二の力の強い男二人に持たせて、自分はスリングを指一本だけで握ってみせたと記録されている。フリードリヒアウグスト一世の他に狐ぶしを行った領主として、神聖ローマ皇帝レオポルト一世が知られる。1672年3月に、 レオポルト一世により、ウィーンで開かれたキツネつぶし大会について、現場で目撃したスウェーデン講師のエザイアスフォン、プーフェンドルフは驚きを持って日記に書き残している。プーフェンドルフによると、レオポルト一世は、旧帝子人や少年たちが傷ついた動物を梱包で、撃ち殺す様を、熱狂的に楽しんでいた。皇帝が道家師や子供を戦友としている姿は、 皇帝の厳粛さに比して、いささかいように見えたという。キツネつぶしは、貴族たちだけでなく、庶民にも、人気の高い遊びであった。レオポルト一世のこのヨーゼフ一世は、断食の時期にはキツネつぶしを控えるよう求めた。その結果、キツネつぶしは特に断食明けの行事として、楽しまれるようになった。狐熱節は、カップル同席の場の遊戯として特に人気があり、 競技自体の面白さに加え、カップル間での対抗意識が誘われた。フリードリヒ・アウグスト一世主催の、とある大会では、34頭のイノシシが、競技場に放たれたところ、イノシシは女性たちのパニエ入りスカートをめちゃめちゃにして、高貴な女性たちを恐怖に陥れる一方を、騎士たちを大いに楽しませた。かくて集まった騎人たちの盛り上がりは、果てしなく続いたという。 同じ大会では3頭の狼までも使われたが、その際の人々の反応は記録に残っていない。この競技は参加者にとって完全に安全なものではない。怯えた動物が競技者に逆襲することは決して珍しくなかった。山猫は特に危険であった。とある人物は山猫について、 彼らは爪や牙を競技者に突き立てることができないとなると今度はスリングに命がけでしがみついてしまうと述べている。山猫をうまく弾き飛ばすことはほとんど不可能に近く楽しいスポーツではないという。キツネつぶしは仮面舞踏会の一環として競技者も動物も仮装して行われることがあった。男性競技者は神話の英雄やローマ軍団の兵士、 サチュロス、ケンタウロス、ピエロなどに噴し、女性たちも、ニュンペイやムーサなどの女神の衣装や仮面をまとった。競技に使う動物は、キツネと共に、ウサギが多く、厚紙のキレや、飾り糸、ケバケバしい洋服で飾り付け、誰か人間の著名人の姿に似せて、ギガ的に仕立てられた。競技が終わると、参加者たちは、松明行列に出るか、 室内での豪華な宴会へと移った。ありがとうございます。